竹村陽右衛門から1938年9月11日は明治から大正時代の政治家、実業家、貴族院多額の税者議員、遺械君党は16位、君さん党。文久元年12月29日、竹村与左右の長男として高知城下左縁場に生まれ、1883年12月に家督を相続する。 成果は、豪商で屋号を木やと称し、砂糖を下ろし、金物、海鮮業者を営んだ。市政また、大田氏下避無双時期伝営新流や移術継承のため道場建設に尽力した、板垣大介の功績を称え、厚生忘却することの内容を立てられた、石碑八百九十三年、無双時期伝営新流、第十五代宗家、谷村亀之助自由の親族である、 板垣大輔が、木高市、高知資材木長の部学館で、長谷川英心流や栄術と松島流傍術の由来と功績を述べ、これらの武術を後世に継承させるために、適切な師範と道場が必要であるとして、い合いは、谷村亀之助自由の下で学んだ、後藤孫兵べえまさ傍術は、新市長の横田七次が、共同役に推挙されたが、 竹村は板垣大輔に混成され、左猿場の自邸の,の敷地の一角に道場を建設し、これら武術の進行に協力した。これが起点となって、今日まで、長谷川栄心流刃まで流脈が途切れず、保たれることになった。土佐セメント、土佐土良校政策各監査役、土佐商工連合会顧問などを務め、1900年、高知市会議員に当選したのを皮切りに、 所得税調査委員、資産次会員、徴兵三事会委員、破産管罪人などを経て、1911年9月29日、高知県多額納税者として、貴族院多額納税者議員に当選する。1918年9月29日再選された。他、移民代理店の経営やカヤ銀行の重役などを、務めた。米騒動の直前には500円を寄付した。 ありがとうございます。